こんにちは。ケンケンでございます。最近アカウント名を三味線先生に変えちゃったんですけれども、まあ次からは三味線先生って名乗ろうかなって思ってます。なんでアカウント変えたかっていうと、まあなんか特に理由はなくてノリなんですけど、どうせなら、なんかいろんなことをいろんな人に、三味線のこととかね、なんかいろんなことを教えたいなって気持ちになって、だったらこのアカウントを長く使っていくなら、まあ先生っていう名前がついてた方がいいかなと。それだけの理由です。以上です。はい。ということで、今日はね、鬼滅の刃の、善逸くんですね。善逸くんが、鬼滅の刃の、遊郭編で出てくる善逸くんっていうキャラクターがいるんですけど、あのキャラが、遊郭にね、はい、主人公の炭治郎たちと一緒に潜り込んで、戦略を立てるっていう、あそこのシーンですね。ちょっと今更あそこのシーンを取り上げるんですけれども、あそこで善逸が三味線を弾くシーンがあるのを思い出して、あの三味線に関してちょっと喋ろうかなって思って今回撮りました。っていうのは三味線って、まあなんか今まで話した中でも大体2種類に、その長唄三味線と津軽三味線に分かれますみたいな話をしたと思うんですけど、善逸が遊郭編で女装して三味線を弾いてたシーンに使ってた三味線っていうのはどっちなんだっていうことを、話そうかなと思って。で、今のところ私は去年から三味線を始めたので、多少は三味線の基本的な知識くらいはあるから話せるかなって思って考えたんですけど、善逸くんが三味線をがむしゃらに弾くシーンっていうのはこれですね。ちょっとこれ直筆なんですけれども、やけくそでね、なんていうか、三味線なんて多分彼は初めて弾くから、どうやって弾くかわからないみたいな感じなんですけど、なんか、いざ弾いてみたらすごい才能あるからすごいね君みたいな感じでね、他の友情さんたちがね、見てびっくりしたみたいな、なんかそういう感じのシーンがあるんですよ。うん、鬼滅の刃ね、今結構皆さんね知ってると思うんですけど、うん、で、まあ今ねもっともっと話が進んでるから、遊郭編ってもはや懐かしいなみたいな、お前ネタ拾うの遅いなって思うかもしれないんですけれども、そういえば、そんなシーンあったなっていうのを最近思い出して、ちょっと取り上げてみました。このシーンですね。あったと思うんですよ。三味線を習うシーンっていうのが。で、これ、結論から言っちゃうと、三味線は、長唄三味線ですね。うん。その津軽っていう三味線がそもそも長唄の三味線が流行った頃より結構後の方に出てきたものなので、うん、もともと起源、三味線の起源みたいなのはその長唄三味線なんですよね。うん、で、遊郭とか、その遊女さんたちが習う三味線っていうのは、基本もう津軽とかじゃなくて、長唄になるんですよね。うん、これちょっと絵が下手くそすぎて、なんか、ここも完全に間違えたんですよ。書き方間違えて、なんか普通にバチがなんか突き抜けて、もう書き直した状態でいい、これでいいやって思って書いちゃったんですけど、絵だとちょっとね、絵が下手くそだから分かりづらいんですけど、まず三味線の構え方、なんで長唄三味線で分かるかっていうと、構え方が、構え方でまず分かりますね。その長唄三味線っていうのは基本、構え方がまあ斜め大体45度、斜め大体45度くらい、ちょっと後ろに、これ長唄の専用の三味線なんですけれども、練習用のね。で、
まあ構え方大体、まあこれくらいの角度になるので、なんか落ちた。これくらいの構え方になるので、まあ大体45度になりますね。で、津軽三味線は、そもそも大きさとか、三味線の作りが全然違うので、構え方がもっとこんな感じなんですよ。なんか上から見て30度みたいな。うん。ね。で、まあ、大きいから、津軽は。だから、その構え方をね、こう、ちゃんとしっかり構えられるようなね、やり方でこう、やってるんですけど、長唄三味線はもうちょっと、軽くて細いものが多いので、こうですね。これくらいの角度になりますね。うちの師匠には一応、まあ、これくらいでね、45度でやると、見た目がね、かっこいい、かっこつくよ、みたいに言われてて、うん。ちょっとこれくらい、こう倒しちゃうと、ちょっと逆にかっこ悪いっていうかね、あんまり良くないみたいな。うん。大体まあ45度って考えれば大体合ってますね。うん、感覚的には。で、まあなんか善逸の弾き方もなんかそういう感じだったから、あの絵をね、ちょっと、アニメをね、見返してもらえたらわかるんですけど、うん。構え方がまず、長唄三味線の構え方であると。いうのがわかりますね。うん。で、あとはまあ見た目とかでもね、なんとなくわかるんです。なんか、津軽三味線ほどはでかくないなとか。うん。あとは音ですね、何より。うん。この構え方と、見た目と音で大体わかりますね。音は津軽よりも長唄の方が、こう、低く響くような音が、出るなって思ってて、うん、津軽はちょっと軽いね、音はすごく大きいんですけど、こう軽くパーンってこうなんか出るような音なんですよね。うん、なんかあと長唄三味線は東触りっていうのがね、ここにこの部分にあったりして、なんかそういうのが影響して結構音が響き、音をたくさん響かせることができる三味線もあったりとかして。響きに特化してるみたいな、感じですね。だから音はまあはっきりしてるのもあるんですけど、それ以上によく響く、稽古場とかで私も弾いてる時に音がすごくよく響いてて、まあ私はどっちかっていうと その低く響く音がすごく古風でね、心地よくて、津軽三味線よりはなんか好みかなって思って弾いてるんですけれども、うん、そんな感じですね。まあ大体そんな感じでわかるかなっていう。うん。あとはその時代背景としては、さっき言ったその、津軽はまだ時代には大正時代に津軽ってあったのかな。ちょっと津軽のこと逆にあんまり調べてなくて、わかんなくて。うん。わかったらまた喋るんですけど、なんか津軽はまだ出てきてないのかな。うん。基本その遊女さんがね習うものがまず津軽というより長唄なので、うん、長唄三味線がもともとそのどっちかっていうと遊女さんがまあ男性を喜ばせるためにこうしんみりしっとりとした曲、色気のある曲って言ってもいいですかね、なんかそういう感じの曲が多くて、そういうのを弾くっていう時代背景がすごく最初は多かったので、うん、で、まあ実際、鬼滅でも善逸がね、女装して弾いてて、遊女たちに混じってね、教えてもらうっていうシーンがあるので、まさにあれは長唄三味線を使った場面なんじゃないかなっていう。三味線1年ちょっとか、うん。1年ちょっと、6月でやっと1年分くらいですね。1年分くらい弾いて、で、まあ気づけたことですね。三味線はもう私も最初始めた時は津軽との違いすら分からなくて、こんな風に説明することも絶対できなくて分かんなかったと思います。私もその時代背景とかもね、なんかこれから私自身もいろいろ勉強しなきゃなって思ってて、うん、なんか間違った情報とかも普通に喋っちゃうことはあると思うんですけど、私は結構アニメ漫画とかもね、絵を描いたりとかも一応してる人間なので、なんか、
アニメ漫画とかを見るのも好きで、なんかそういうところでちょっとした三味線関係の解説とかできたらちょっと面白そうだなと思って、今回思い切って取り上げてみました。絵を描いてる割にはね、こんな感じでなんかちょっとひどいんですけど絵が、ここを間違えたのはねもうなかったことにするということで、はい、というわけです。今日は、今回は以上です。よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。さようなら、バイバーイ。バイバーイ。